温州みかんさつまるっくみたいな、これで1万円。皆さんこんにちは、ちえです。今日はこちら、ほいスックの2020年春のコレクションなんだけれども、こちらを使って、この春のオレンジ色メイクって言ったらいいんでしょうか。もう顔全体がみかんみたいになってるんだけど、すごい可愛いみかんだと思っている私自身。あとね、ずっと気になってたゆきちファンデ、あれもね合わせて使ってみたので、私の感想が気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。で、私スックのベースメイクって、あのね、サンプルは使ったことあったんだけど、サンプルより大きいサイズでじっくり試してみたいなと思ったので、今回はねこれ購入してみました。ファンデーションスターターキットって言って6600円で、ゆきちファンデーションですよね。あのエクストラリッチグロークリームファンデーションのハーフサイズと、トリートメントセラムプライマーミニサイズと、このポーチがついてくるものなんだけど、これでハーフサイズなんだね。意外と原品大きいんだろうね。ちょっと私もあの使ったことないから分かんないんだけど、これでハーフサイズだそうです。で、これがトリートメントセラムプライマー化粧下地、これとあとスパチュラが入ってるセットです。じゃあね、まずこのプライマーからのせていこうと思います。なんかまあ見てもらったら分かると思うんだけど、こんな感じでね、ちょっとピンクがかってるんだよね。で、なんか感覚的にメディアとかセザンヌの化粧下地と一緒の感じなのかなと思ったら、使い心地違いますね。当たり前なのかもしれないけど、まず白さで色補正する感じは全くないとは言わないけど、ほぼないです。その代わり、なんだろう、あの肌残りのセラム感って言ったらいいのかな、スキンケアをしたみたいに、すごいね保湿力がね高いと思う。あのちょっと化粧前のスキンケアで保湿が足りていなくても、これをしたら肌にねスーって入っていく感じがして、これはねいいなと思いました。ただプライマーにちょっと色補正感とか、ロングラスティング感とか、毛穴隠してほしいっていう、そういうのを求めてる人には違うプライマーなのかなと思う。うん、まあ、セラムプライマーって書いてあるから、まあ、そういうことなんだろうね。そういう目的じゃないっていうのは理解した上でなんだけど、まあ、これをつけたからといって特になんかロングラスティングになったなとかっていう感じはなかった。だからあの秋冬とかいいなと思うし、乾燥肌さんに向いてるんじゃないかなと思う。ではいよいよ、これだっけ、ゆきちファンデーションって言われるエクストラリッチグロークリームファンデーション、なんかさ、みんながもうここ何 ?1、2年?2、3年?わかんないけど、いいいいって言ってるファンデーションじゃん。どうなんだろうって期待して、ここ2、3日使ってみましたよ。まずね、この取り出しにくさね。このパッケージどうにかならないか。スパチュラを使ってっていう、まあ、こういう一連の作業が私はあんま好きじゃないから、1万円出してまでこれ買うかなっていう感じのポイント一つね。これだったらちょっとあのメディアのあれでいいわみたいな。なんだけど、でもみんなが言うんだからいいんでしょうよと思って使い続けました。で、ね、ちなみに私のカラーは102っていうカラーにしてみました。ちょうどいいと思います。でつけていくね。でね、見てわかるかな、わかんないかな。つけ方とつける量にもよると思うんだけど、今私がつけたくらいだと、わ、なんか凄まじいカバー力だねとかっていうのはない。でもね、私最初間違えて結構な量つけちゃったのね。そしたら、あ、結構カバーしてくれるんだなっていうふうに思ったの。今ちょっとヘビーめにつけてみたんだけど、わかるかな。だからなんか、あ、ビルドアップもできるファンデーションなんだなっていう風に今理解して使ってます。で、こうやってもう見てもらったらわかると思うけど、ツヤ感がねすごい綺麗だよね。で、ここまあ1週間ぐらいかな、使ってみた感想としては、うん、いや綺麗なファンデーションだと思います。うん、思います。なんだけど、私にとってはなんかそこまで感動するファンデじゃないなっていう風なのが正直な感想です。いや、いいんだけど、いいんだけど、なんだろう、やっぱりそのジャーに入ってるから、その急いでる時面倒くさいっていうのと、こんな感じに綺麗に仕上がるファンデーションはなんか他にもあるなっていう感じなんだよね。中の成分に自信を持ってるからこの値段とかなのかなって思ってます。だからそういう成分を実際にこう肌で実感するには、もうちょっとこれ使い続けてみないとわからないものなのかなって
思ってます。うん、思ってます。だからね、なんかこうファーストインプレッションとしては、あ、まあ綺麗な、綺麗なんじゃない、あ、じゃあビルドアップでもできるね、おーおーおー、あ、まあ、お、綺麗じゃん、綺麗じゃんっていう感じだった。これで1万円みたいななんだろうな、すごいこのファンデーション好きっていう方がたくさんいるから、なんかねちょっとね言いにくかったりもするんだけど、うん、私はそんな風に感じてしまった。でもなんか引き続き使い続けてみたいなとは思います。もしかしたらね、この美容成分によって肌の感じが変わってくるのかもわかんないから、ちょっとね使い続けてみようかなとは思うんだけど、私のここ、うん、まあ1週間ぐらい使ってみた感想としてはそういう感じ。ではちょっとパウダーで仕上げて戻ってきます。はい、パウダーをして戻ってきました。眉毛を描いていこうと思うんだけれども、せっかくなので今回買ったねこのアイシャドウパレットを使っていこうと思います。こちらです。スックのデザイニングカラーアイズの15番、こんな感じのカラーストーリーになっております。黄色、もう山吹色みたいな、こういういい感じのくすみのあるマスタードより黄みが強いかなっていうカラーと、このね去年から流行ってるようなレンガ色と、なんとも言えないこの紫ですね。でハイライトカラーがちょっとね、なんかオーロラ感があるような、そういう感じのパレットとなっております。じゃあもうねモノトーンメイクにしていこうと思うので、まずこちらのイエローをブラシにとって眉毛ね全体的に入れてきます。結構ね私カラーメイクするときに、その使うアイシャドウを眉毛にのせてカラーの統一感を測ることって多いんだけど、結構ね素敵なルックに仕上がる時があるので、皆さんもね恐れずにやってみてください。こんな感じで全体的にイエローがのったら、ちょっとね眉尻の方にこのレンガ色を取ってのせていきます。でこの時注意したいのが、下にのせたねイエローが全部潰れちゃわないように、ちょっとね真ん中芯のところをこのテラコッタで描いて、イエローが広がってるみたいな雰囲気に私はしてます。そしたらあの眉頭の方のね毛が目立っちゃってるので、これはねアイブロウジェルでちょっと整えていきます。そしたらまずこのイエローをブレンディングブラシにとってクリスに入れていきます。このイエローはマットじゃなくて若干サテン感があるようなイエローですね。完全マットではない感じでも、キラキラツヤツヤしてるわけじゃないから、クリスに入れても全然違和感はない感じね。で発色で言うと、なんかちょっと今までスックのパレットを何個か使ってみたんだけど、発色抑えてるのかなっていうような印象ですね。今みたいにこうビルドアップしていくと色はね綺麗に乗るんだけど、こう一発でポッて乗らないっていう感じ。まあイエローって使わない方から撮ってみたら、あの結構なね冒険色でもあると思うから、そういう意味でもねファーストコンタクトによるその発色っていうのを気持ち抑えてるのかなと思います。でもなんかびっくりするぐらい何これっていう感じではないから心配しなくてもいいと思いますよ。下まぶたにも入れたら、もう一個違うブレンディングブラシにこのテラコッタ色、ちょっとオレンジ味がね強いテラコッタって感じかな、を取って今入れたねちょい下ぐらいに入れていきます。一方ねこのテラコッタのカラーはすごくね発色してくれますね。これもちょっとサテン感はあるんですけども、でもねやっぱマットっていう感じかな。こんな感じでざっくり入れたら、さっきのねイエローに戻ってちょっとね境目をぼかしてあげます。こんな感じ。そしたらねこのアクセントとなる紫を使ってちょっとね目元をね締めていきます。まずは目頭、そしたら目尻で、ちょっと今日はこの目尻から跳ね上げたアイラインにしていこうと思うので、こんな感じで、こんな感じ。そしたらね上にもラインを足していくんだけど、このね今引いたラインと交わらないように、こんな感じ、若干こう2本になる感じで入れていこうと思います。こんな感じ。
そしたら、まつげをして戻ってきます。はい、まつげをして戻ってきました。そしたら、チークいこうと思います。チークもね、今回のこのコレクションで発売された、ピュアカラーブラッシュの119番っていうカラー。もうね、びっくりするぐらいオレンジなチークです。これをね、普通につけていこうと思います。でね、若干横でつけていこうかな。もうこのチークね、びっくりすると思うんだけど、ちゃんと、塗布される量が計算されてるんだと思います。発色がいい意味で落ち着いてる気がしますね。多分、このカラーが一気にわってついちゃうと、びっくりしちゃうっていうのを想定してるんじゃないかなと思いますね。そこまでびっくりする感じじゃないでしょ。で、なんとなくぼんやり色が入ったら、付属の筆を使って、ちょっとね、濃さを足していくイメージでつけてきます。ちょっとだけ鼻にものせて。こんな感じ。そしたらね、なんかいろいろ使ってみたところ、この中のこのハイライトカラー、目にのせるのはね、あんま好きじゃなかったんですよね。なので、これをさっきのチークのブラシにとって、ここにね、ハイライトとしてのせていってあげます。そうするとね、なんか、面白い光り方してくれるって、すごくね、可愛いです。そしたら最後はリップ。リップも今回のコレクションで発売された、バイブラントリッチリップスティックの3019番っていうオレンジのカラー。これをつけてきます。はい、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今日はスックの2020年の春コレクションを使ってこのメイクしてみました。まあね、途中でファンデーションの感想とかは言っていったので、ちょっと繰り返しになっちゃうから、ちょっとね、端折ってお伝えはするんだけれども、まあ、このちょっと1万円出すのはわからないかな、ちょっとわからないかなっていう感じはする。だからすごく気になってた方がいるのであれば、今回の6600円のこのキットはとってもね、試しやすいんじゃないかなと思います、うん、私はこのキットにしてよかったなと思う。まあリピはしないなっていう感じね。でも多分どうだろう、乾燥肌さ、合う肌には合うんだろうね。私はただ実感しなかったなっていう感じで、アイシャドウもおそらく結構ね、冒険色が含まれてるから、発色を抑えたりしてるっていう部分もあるんだと思うんだけれども、私はもうちょっと一発で発色する感じにしてもよかったんじゃないかなっていうふうに思う。でも出来上がりを見てもらうとわかると思うんだけど、とっても一個一個の発色は綺麗だし、ちゃんとね、ビルドアップすれば発色するので、ある意味ね、使いやすいアイシャドウパレットなんじゃないかなと思う。ただね、海外コスメのアイシャドウに慣れてる方は、あっという風に思うことはあると思うね。うん、で、チークも同じように、まあ、結構ね、もうびっくりオレンジみたいな感じになってるから、これもね、いい意味で発色を抑えられてるのかなと思いますね、うん、このちょっとね、黄色っぽいカラーとオレンジのカラーを上手にね、このブラシで遊びながらつけてあげると、すごくね、可愛くも仕上がるし、レディーライクにも仕上がるんじゃないかなと思うし、これからね、春夏すごくね、可愛いカラーだと思う。結構ここまでチークのカラーを変えると本当に雰囲気がガラッと変わるから、楽しめるんじゃないかなとも思います。ただね、すごくこれはね、冒険チークでもあるし、これを今後たくさんつけるのかねっていう風に思う方もいらっしゃると思うんだよね。そういう方はキャンメイクの去年出たミモザだっけっていうイエローチークがあるじゃない、あれ多分まだあると思う、限定だったかな。持ってる方はあれをベースに仕込んで、その上にメディアのオレンジとかをつけると、まあ、雰囲気的には同じ感じに仕上がると思うな。ただね、スックのチークのファンの方ってたくさんいらっしゃるから、そういう方はね、うん、持ってていいと思う。あとね、今回のコレクションの中で一番がっかりしたアイテムっていうのは、実はね、リップだったんだよね。なんかちょっと塗り心地も私が求めるクリーミーさまでは達していなくて、あと発色はいいんだけれども、なんだろう、イーブンさって言ったらいいのかな、ちょっとね、ア
ある意味ねマットな感じなんですよね。でマットなリップって結構難しいと思うんだけど、ちょっとなんだろう、リップのある部分をこう発色しないでスキップしてしまったりとか、唇をねちょっと動かすとムラになってきてしまったり、こう色が乗ってないところが目立ってしまったりとか、ちょっとねリップの上で動いたりするなっていうのを何回かつけてみて思ったので、カラーはすごくビビッドなオレンジで可愛いんだけど、それがねちょっとね残念なポイントだったかなとは思います。でも私スックのリップって初めて使ったので、うん、他のものはいいのかな、うん、ちょっとわかんないんだけれども、うん、そういう印象でした。なのでちょっとねパウダー感があるから、ベタ塗りというよりは本当にポン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 しながら、ちょっとねマットなんだけど透け感を楽しみながらするリップっていう風な使い方の方が、うん、いいのかなっていう印象でした。スックのコスメってやっぱり高額だと思うんだよね。ご褒美コスメっていう域に入ってるんじゃないかなっていう風に思うから、ね、使ってみたいけどどんなのかなっていう風に迷ってた方、ぜひね今日の動画を参考にしてからお買い物することをお勧めします。今日の動画も最後までご覧いただいてありがとうございます。何か参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。